第746回6月16日木曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヘブライ人への手紙3章12節13節。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて頑なにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。サタンは神を信じて生きる者を誘惑します。神が必要なものを与えてくださっているにもかかわらず、目に見えるものだけに心を向けさせ、不平不満を持たせます。私たちはサタンの誘惑に注意し、誘惑を退けるために今日という日を大切にして日々励まし合いたいと思います。ヘブライ人への手紙10章25節。ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。今日とはこの瞬間瞬間の意味です。瞬間瞬間を大切にして神に従い、信仰を同じくする者、お互いが日々励まし合って歩みたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、清めてくださるイエスを考えて生きることができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。今日という日を与えてくださる神様、今日あなたが私たち一人一人を清めてあなたの栄光のために用いてくださることを心から感謝をいたします。互いに祈り合い励まし合うことができますように。世界中の人たちが戦争の問題、争いの問題で苦しんでおります。心を一つにし励まし合うことができますように。コロナの問題で苦しんでいる人たちお一人お一人に、今あなたの力が望みますように。あなたの驚くべき御業を今見させてください。今日もあなたを信じます。今日もあなたに従います。清めてください。用いてください。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。